パーマをねかけました。よろしくお願いします。はい、お久しぶりでございます。コニハです。皆さん覚えてますか、このアングル。まあタイトルの通りなんですけど、明日から太鼓の達人ブルーバージョンがグリーンバージョンに新しくなります。まあ新要素としては確か新曲が増えて、で、あとなんかなんだっけな、 AI バトルモードみたいな、なんかランクマッチみたいなななんか何かが追加されるみたい。新要素はねあんまりないと思う。うん、そんなもん。まあ多分初日に段位は来ないと思うんで、また何ヶ月してから段位が出るのかなって感じなんですけど、ですね、まあ今回はあんまりそのグリーンバージョンについてはそもそも情報があんまり出てないんで触れることもないので、僕の太鼓の達人ブルーバージョンをちょっと振り返っていこうかなというふうに思います。まあそれこそいろんなとこ行ったり、いろんな記録を出したり、それこそね超人取ったりしたんで、その辺をねちょっと振り返っていけたらなと思って今回動画を撮っています。ちょっとね久しぶりにねこの子もいるんでよろしくお願いします。で、ブルーバージョン俺何があったかな。まあ、ブルーバージョンだったことといえば、最初はまあ熊本遠征ですかね。夏だよね。あれブルーバージョンだよね。ブルーバージョンだと思うんだけど、最初の熊本遠征ですね。まあ政治宅に泊まって、でまあ吉賀さんとかいろんな熊本勢の方々と会って2泊3日してきましたね。あの熊本勢の方たちとシメドレーローテーションやった動画がねすごい伸びてて、であれすごい僕も好きなんですけど、好評だったみたいでちょっと嬉しかったです。で、あの時の熊本遠征って実は公開してない動画が1本あって、実は聖司とセッションしてる時になんか聖司のバチが折れたんですよ。こう連打をしてる時にバチッと音がしたんだよ。で両方自分のバチが折れたと思ってフッてなんか2人とも自分のバチを見るわけよ。なんかそのリアクションが面白くて、なんかねいつか動画公開しようかなって思ってたんですけど、なんかね上げるタイミングがなくて、なんかね面白いのそこの一瞬だけだから、そのねなんか10秒間の動画を上げるわけにもいかないから、ちょっとねこの辺に貼り付けておこうかな。俺がと思った今。ちょっと意識さ、こっち来て。さよなら俺の連打待ち。そんな感じでね熊本遠征すごい楽しかったですね。はい。で、まあ、熊本遠征して、で僕の太鼓のモチベがぐんと上がったのが大道場なんですよね。もともはなんか10段までしかなかったんですけど、10段より先玄人名人超人達人が追加されたのが12月とかだったっけな、確かそのぐらいの時で、段位アップデートされたすぐはそんなにやってなかったんですけど、なんか玄人を取ってで、金クロート取って、まあこの作も金クロートで終わるのかなーなんて思ってたりしたんですけど、なぜかね、なぜか気づいたら僕の腕は名人の練習をしていました。で、まあ名人取る時も新曲が2つ入ってたんで、ちょっとどうかなーなんて思ってたりしてたんですけど、なんか結構練習してるうちに、なんか意外とできるようになって、で名人を取りました。これが原因です。この名人を取ったことによって、今まで3速ぐらいで走ってた僕の車が一気に5速に入って、ブーンみたいな。一気にエンジンかかっちゃって、もう名人取ったなら超人やるしかないっしょ、みたいな感じになって、で、超人練習します。で、超人取ります。で、まだこの段階ではギア5速なんですけど、超人取ったことによって、達成感とか、そういう充実感で、6速に入っちゃったんだよね。もう止まんないよね。もう止まれないよ。モチベガン。で、もう超人取ってからのモチベーションがやばくて、自分でもびっくりしてるんですけど、すごい全量が増えたんですよ。まあ言うても、全量を増やしたのは星10だけなんですけど、超人受かるまでの星10全量が、確か40譜面ぐらいだったんですよね。で、それがなんか気づいたら、今85とか4ぐらいまで増やしてて、2ヶ月で40譜面ぐらい増やしたのかな？画像にしてみるとすごいんだけど、こんな感じ。こっちが超人受かる前で、こっちが超人受かった後。すごくない？超人受かってからモチベ上がりすぎでしょ、みたいな。みたいな感じで、なんかね、こう超人取ったことによって、もうモチベーションがもう爆上がりして、もうエンジン止まんねえよ、みたいな。ほぼ復帰みたいな感じ
ですかね。だからその分なんかちょっとなんかネタ動画みたいなのが少なくなってて、わあ寂しいななんて思ってる方もいると思うんですけど、まあ、多分ねまたちょっとこの日が落ち着いたらその実況とかねこういう実写の動画もまた少しずつ増やしていけると思うので、ちょっとねしばらくの間モチベ爆上がりのゴニハさんにちょっとお付き合いいただければなと思います。すいません、あの全然、ね、YouTube 活動を怠っているわけじゃないんですけど、ちょっとねなんかそのね時期によってやりたいことが変わってくるんですよね。なんかこう叩込んでいろんなことやりてった時と、もう太鼓ガチですわみたいな時でなんかちょっとねいろいろと変わってくるので、まあね、その時のねちょっとコニハさんもお楽しみいただけたらなと思います。久しぶりにねまたガチって太鼓楽しいなってなってるんで、またね次のグリーンバージョンでも頑張りたいなと思います。で、まあね、せっかくなんでねグリーンバージョンでの目標もねちょっと掲げたいなと思うんですけど、グリーンバージョンは、星十全寮百譜面と超人金剛閣、いや多分ね相当辛いと思うんだよね。金超人超人赤合格と金合格の壁ってすごいでかいと思うんですけど、今回初めての金超人目指して頑張りたいと思うので、太鼓チームさんいち早い団員道場の追加待っております。